ない？来るなよ。まだ来るなよ。クキキ。ストップ、ストップだってば。クイーク。そう、そうだ。いい子だね。少しずつ慣れていけば、僕とお前もいつかは。何考えてんだ？お？別に何も。フォッグでもビビる時があんだな。おう、ビビるかよ。俺様はな、残してきた奴が無事ならそれでいいんだ。奴って奥さんのことか？それともアイラ？大事な奴ら全員だ。いや、坊主、そんなちっこい体でよくここまで耐えてきたな。偉いぞ。大きなお世話です。ちっこいちっこいってあんまり言わないでください。生まれつき頑丈なあなたにはわからないでしょうけど、傷つく時だってあるんです。おう、そうか。悪かった悪かったけどな、俺様だって坊主くらいの年の頃はあれでよ、毎日いじめられてたもんだぜ。本当ですか？おう、だからな、坊主もよ、好き嫌いをしないで担当へ担当よ。そしたら俺様のように頑丈な男になれんぞ。何度も言ってるように、僕は女なんです。綺麗な星空、絶対になくしたくない。そういえば昔こんな風に3人で夜空を見たことがあったような。親に内緒で見晴らし台に行った時のことだろう。キールは泣き出すわ、ファラは眠りこけるわ。結局貧乏くじ引いて叱られたのは俺だけだったんだよな。脚色するな。僕は泣いてなんかいないぞ。忘れてるだけだろ。俺はビンタの痛みとともに鮮明に覚えてんだよ。まあまあ、いい思い出には違いないんだから仲良くしようよ。無理だね。リットはまだ起きないか？昨夜遅くまで剣の稽古してたんだ。もうちょっとだけ寝かせといてあげよう。偉いな。うん、偉いの。リット、すごくたくましくなった。男の子ってすごいよね。女の子だってすごいよ。ほら、頑張ってる。そっか、そうだよね。メルディも頑張ってるもんね。恋物語クライマックス。姫に振られたチビスケにやっと好きな人できたよ。ああ、よかった。そんなある日。まだあんのかよ。結婚して赤ちゃんも生まれたチビスケのもとに姫が死にそうだって知らせが届いたよ。旦那さんはもういなくて一人ぼっちだって。チビスケ家を出て姫のもと向かった。何それ、許せない。奥さんかわいそう。そうか。チビスケは姫のことが本当に好きだったんだ。どうにもなんなくても好きだったんだよ。俺、そいつを憎めねえな。クイッキーは胸がドキドキしたり苦しくなったりあるか？クッキー？メルディー、ドキドキなる。苦しいけど、楽しい。くすぐったい、そんな気持ち。クイッキー！はいな、多分いい予感。早く全部終わらせる。新しい気持ち、はっきり見つけるよ。しかし人間たちも頑張るもんだな。なかなかやるよね。ここまで来れるとは僕全然思ってなかったさ。侮ってはいけません。人間と精霊は古より共存してきたのです。すなわち人間に精霊が助けられることだってあるのです。やいノム、おめえはぼーっとしてるから人間に迷惑かけねえようにな。僕迷惑なんてかけた？そうよ、
あなたの方がよっぽど迷惑。皆さん、落ち着いて。ここまで来たら、私たちの使命はただ一つ。彼らの行く末を見守り、惜しみなく協力することです。セレスティアは謎に満ち溢れているな。まだまだ僕の知らないものが隠されていそうだ。はいな、いっぱいたくさん、すごいのあるよ。セレスティアには七大秘宝ってのある。すごいよ。七大秘宝？例えばなんだ？例えば大海賊の遺産とか。計らずもすでに手に入れてしまってるな。なあ、セレスティアの七大秘宝ってアイフリードの遺産の他にどんなのがあるんだ？そうだな、楽園が一つあるよ。楽園？人間であって人間でないものが住まう都のことだな。人間でないってなんか怖いじゃねえか。ううん、楽園の住人はとても優しい者たちだって聞くよ。楽園か、行ってみたいな。セレスティア七大秘宝について何か知らないか？そうですね。僕が聞くところによると、万能薬があるみたいですよ。お、それいいな。病や傷を治すだけでなく、不老不死の妙薬であるとも。不老のお薬？永遠の若さ？欲しい欲しい。なあ、セレスティアの七大秘宝ってどんなのがあるんだ？そうだな、古くて重い置物があるよ。単なるガラクタじゃねえの？わからんな。けどずっと昔からある置物だよ。骨董品と言うんだ。その値打ちは目利きにしかわからない。どうせ俺は違いのわからねえ男だよ。誰だ？言い出しっぺが一番怪しいんだぜ。なんだと？そんなこと言って自分は逃れる気だな。あのなセレスティアの七大秘宝の一つに勇者コルレーの壺ってのがあるよ。おならが詰まった壺だな。おならが宝なの？はいな、その匂いを嗅いだ者は幸福になると言われてるよ。おならきっと悪くない。怪しいな。教えてくれ、セレスティアの七大秘宝にはどのようなものがあるんだ？そうだな、とっても強い掃除用具があるよ。強い？掃除に強いも弱いもないでしょ？な、よくわかんないよ。けど、ポニーテールのハーフエルフがそれ使って戦ったって聞いたからな。夢でも見たんじゃないのか？何見てるか。俺の剣、随分傷だらけだなと思ってよ。そういえば、セレスティアの七大秘宝の一つに剣があるよ。その剣があればすごいもの呼べるらしいよ。すごいものってまさか化け物じゃねえだろうな。わからな。おい、恋物語してくれよ。チビスケは結局どうなったんだ？な、姫が死ぬまでそばで世話してあげた。で、お墓作った後、自分の家戻ったよ。家？大丈夫だったのか？奥さんは笑顔でお帰りなさい言った。チビスケは奥さん抱きしめた。あったかくて柔らかくて、ちびすけは泣いたとさ。おしまい。よかった。けどメルディ、こんな話よく知ってたな。バリルが教えてくれた。だからずっと覚えてる。忘れない。シゼルに
もし少しでもメルディの母親としての心が残っているなら。残っちゃいないさ。そうでなきゃ娘にこれほどの仕打ちをしておいて、おめおめと生きていられるはずがないだろう。それでもシゼルはメルディのお母さんなんだよね。どんなに変わってしまってもメルディはシゼルをお母さんだと思ってる。シゼルと戦うしか俺たちに道はないのか。おう、世界はよ、本当に元通りになるのか。それを聞いて安心したぜ。なら俺様も無事帰らねえとな。俺様はよ、ほら、あれあれ、シルエシカのあれだからよ。ああ、リーダーの帰りをみんな待ってるさ。生きて帰ろう。世界が終わるにはまだ早すぎる。レースに見せたいな、今のリッドの姿。見せてどうすんだよ。ほら、リッドはこんなに立派になったよ。レースの目に狂いはなかったねって言いたいの。きっとレース喜ぶよ。よせよ、恥ずかしいな。レースの望んだことが実現したんだもの。浮かばれるってこういうことでしょ。心配しなくても、レースはどっかで見てんぜ。俺たちをずっと見てくれてる。最後までな。本当はな、少しだけ怖いよ。シゼル、怖い。僕たちがついてる。大丈夫。お前を化け物から守ってやれるはずさ。化け物じゃないよ。シゼルはシゼルだな。お前を傷つけた張本人だぞ。知ってるよ、そんくらい。でも、けどな。悪かったよ。王とインフェリアのやつって噂話が好きなんだな。アレンデ姫をめぐる元老騎士レイシスと衛兵長ロエンの三角関係とかよ。ナナ、三角関係って何か？そうだな。あ、一人の人のことを二人の人が好きになっちゃう。わかる？それはいけないことか？いけなくないけど。好きになったら仕方のないよ。愛は惜しみなく奪うものなりな。意味分かって言ってんのか。ほら、お話ししてよ。時をかける物語。ね、不思議な木に導かれた少年には面白い仲間がいっぱいいたんだよ。忍者とかハーフエルフとかね。忍者？感情を殺せる種族なんだって。へー、かっこいいな。俺も目指そっかな。おい、お前の後ろにのっぺらぼうが立ってるぞ。いやー、無理だな。ほら、時をかける物語話してあれ面白いよ。ただ主人公がな、俺と違いすぎていまいち感情移入できねえぜ。共通点もあるよ。少年には幼馴染の男友達がいたんだ。共に冒険してたのか。うん、お互いの足りない部分を補い合いながら助け合ってね。仲良しだな。やっぱり俺たちとは違うよな、キール。時をかける物語話して。仲間の一人だったハーフエルフは料理が不得意だったんだって。彼女の作った料理を食べるときはみんなヒヤヒヤしたそうだよ。料理下手なの辛いね。味覚のないやつよりマシさ。ところでその話、いつになったら時をかけんだよ。